みつはし TV みなさんこんにちはこんにちはこんにちはみつはし TV のお時間ですキャスターは私高うけのあ 三橋貴明です。そして今回もゲストといたしまして政治団体赤字黒字幹事長のダイナさんにお越しいただいております。ありがとうございます。よろしくお願いします,ししますあ。あれやってくださいよ。アマゾンカード。皆様こんにちは。 アマトーから投資っぱ国民代表のダイナですはい今治ってかありがとうございますここでやらせていただけると <laughs> ありがとうございますあの前回あの、はい、積極財政であったり信用創造であったりね、はい、まあいろいろそのマクロな大きな話してましたけど、うんはい、ちょっと個々人の生活に今日は話を移したいんですけどねはい。はい、その実質賃金が二十三ヶ月連続マイナスですと、うん、当然これ実質の消費が落ちちゃうんですねで、消費が落ちたらこれは所得の減少だからまたみんなの所得が下がっちゃって、まあはい、超悪循環に今入り込んで いいるじゃないですか京都とかってなんかほらインバウンドでものすごい外国人の数になってるでしょあ、ね、京都のうちはあの南部の方なんで、はい、あまりそういう合わないんですけど、はい、もう真ん中にいたら京都駅とかもう市場あそこらへん行ったらもう日本人の方が少ないんじゃないかな<ー>っていうぐらいですよお店とかも。景気いやでも私思ったんですけどコロナ禍の時に反省しなかったのかな。うん ね、頼ってしまう<ー>リスクがあるってことねあねえ、うん、と思います、ね、飲食店とかの単価って上がってるんですかなんかほら北海道とかだと外国人向けにすごくなんかラーメンがいっぱい何千円みたいなのあるじゃないですか京都とかはそうでもないんですかそうですねまあわからないぐらいに上がってるかもしれないですけどうんうん少しは上がっていると思いますようんねで。こちらがはい。 実質消費支出ですねこれもうなんか露骨で例えば2014年の3月にバーンと実質消費増えてるの駆け込み消費だよねその後それを上回る下落になってここは9月か19年の9月ですねまた駆け込み消費があったのその後コロナって形になってここがねもう言うたらコロナ禍で家出られないような時ですね20年の4月6月期ですねあの頃ねはいっていうことですよだからみんな消費をしなくなっていってましたこれ実質なんで 消費の量が減ってるわけですね。金額、はい、でもしかしたら金額上がってるのかもしれないですよね。物価が上がっちゃって、あ,ありませんか物価が上がってる。ね、ただが量が下がってて実質の賃金というのはこの量に影響されちゃうから、うん、まあ二十三ヶ月下がるのは当然だなという話なんですけどね。はい、ね、だから賃上げ賃上げって言うとありますけどね。うん、うん、実質実際にこう使えるお金っていうのが少なくなってたら生活、うん、まあ先の話あの先じゃない前回の話もそうですけど、少子化これどうしていくんですかっていう。 話ですよねだからあれですよなんかみんなの保険からちょっとずつ500円ず平均すると500円ぐらい抜いて <laughs> あ,れあれ嘘でしたよ500円ってなかったでしょう、ね、<laughs> あれはだから平均すると平均すると実際はあの例えばまあ大体いい1300円かかなマックスで、うんはい、月にですよ、はいはい、でもこれ世帯に1300円なんだけどまあ年間だと23万円取られる人は取られる1000万とか年収あると、はい、ねえ大きいですよねそれれで子供を作れる 別にこれ、ひがんでるわけじゃなくて、子供を作れるような、余裕がある家庭にお金をお渡しすると。うんうん、はい。それで、取られる方は、結婚できないから、うん、ますます結婚できないから、少子化終わらんでしょうという。少子化促進対策ですね、あれは。うん、促進対策。もう、すべて、なんか、こう。あの、上と下とっていう、形になってますね。そうそうそう。あの、後期高齢者の、窓口負担の引き上げ問題もそうですよね。うん、はい。はい。あの、いり、まあ、若い現役世代に、うん、君たちが大変なのは。うん。 後期高齢者が優遇されてるからだってこう煽るわけあれなんですかね。え、だから上等手段なんですよ彼らの。らちょっと落ち着けと。高齢者の優遇さって削っても、うん、お前の負担楽にならないぞっていうような当たり前のことをみんな考えないんですよね。いや人としてって感じがするんですよね。まあでも煽りやすいんじゃないですか。ねでそれに今、まあうん、若いこう<の>若い勢いで乗っちゃうっていうか辛いのもあるし生活ね。 トレードオフにしてくれて高,級、えー、高齢者の優遇所得減らすから、うん、君たちの,かあの過族所得増やしますよってやってくれたかったらまだいいんだけど <laughs> やるわけないだろという話ねえ関係ないのに税は財源ではないっていうことをう、まあ結局多分それなんですよ、ね、税金っていうこうなんかプールがありまして、うんうん、そこから高齢者の方に行っちゃうから我々にあまり残らないみたいな印象になってるんでしょそういう嘘ばっかり言うてねもう舌抜かれんで。 で <laughs> <laughs>、ね、思いません。今だね、聞いた時。いね、言われます、ね。だから抜かれるようにて、教わってへんのかな。<laughs> みんな舌なくなっちゃいます、ね <laughs> そ。みんな。だから三枚も四枚ももたれちゃうかっていう話ですけど。まあ、あのね、はい、政治ですから、全部本当のことを言う必要はないと思うんですよ。<laughs> はいはい、結果が良ければ、どんな塩を使ったっていいと思うんですけど。結果出てないじゃんとか、あ、かせるじゃんって話だから。 それでそれが嘘に基づくものなんだからこれはちょっと何とかしたいと思うでしょう皆さんねえ当にそう思います逆に正直に全部やって結果悪かったこれもダメだと思うんですよ今日本は最悪で嘘を言ってそれでダメにしてってるわけだからこれは何とかしたいなと思いますね,ねえ。と思いますはいでも先ほどもねあのー、お話出ましたけれどもやっぱり社会保険料もね やっぱり上がりますし、そう、五百円とか上げます。気がついたらでしょ。経営者は分かってるはずです。あ、経営者はね、出す方は分かるけど、もらう方ってちょっと見逃しちゃったりしますので。そうですよね。それ三十年ぐらいやってるから、相当上がりますたよ。長いんだからね。一回だけなら分かるんだけど、そうじゃないんで。ねまあそういうことをね、政治だって赤字黒字でもそこは言ってるんですけども、消費税廃止っていうことと、あとまあ当然ね、インボイスですよね。これも増税。 ですから反対。まあ消費税廃止されたらインボイスなくなる。そう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 なの。どうちみんななくなるんで。ねなくしてほしいです。責めてもいきなり廃止でき的の減税はしてほしい。五パーセントに戻してインボイスなしでいいんじゃないですかね。別にね。あそうですよ。今今一応八パー十パーで分かれてるからインボイスって言ってんだからそれぐらいいじゃないかって話ですよ。一斉で五パーで。そう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 。そう複数でいいですよね。やめたらまあ言い訳なくなるしみたいな感じ。インボイス納入の。はい。でねこれね見てくださいこれ。はい。 今もあるのかしらあの財務省のところにね。そう使った使ったこのネタ。あ、使われましたこれ可愛いじゃないですか赤ちゃん。元本保証、心は無風みたいなね。そういう、そういうので、財務省が日本国債売ってくるんですよ、個人に。ほう。本当に。私だって、朝起きてツイッター見たらいきなりその個人向け国債の宣伝が、あの、ま、X か。で、あの、タイムラインにあったからびっくりしましたね。嫌がらせ方もった何が心は無風だみたいなね。本当に国債出してほしいですね。 でちなみにこれを皆さんが買ってもあの何の影響もないんで、揮発罪だから。うんうん,うん、うん、はい。だからこれを売ったからって政府が支出するわけじゃないんだよ、ね。うんうん、新規じゃないと支出しないから。なん、はい、で,でこれやってんだろう逆にわかんないんですよ、私。財務省って。<laughs> いや、意味もないから。<laughs> しかもあ、バカにされるんじゃないですか。<laughs> おめえ財政破綻、財政破綻言ってて、なんで個人に国債を売りつけてんだよって話になっちゃうでしょ。<laughs> うん。だからこれやってる官僚さんかわいそうですね、財務省ね。そうですね。はい。明らかに財務省の省の主張。うん、はい。 と違うことを言わなくちゃいけない絶対安心ですよって言ってるんだから未来への贈り物とか言ってね言ってる言ってる言ってることむちゃむちゃ言ってますよね付け回しとかねかわいそうやな赤ちゃんでもインフレのことに関しても分かってらっしゃらない国会議員さんがいらっしゃるのがびっくりしまして国会の答弁とかでも今インフレだからどうたらこうたらってまあ言われている方もいらっしゃいましたけどもそのねインフレでも二つある の性質がそうコストプッシュインフレなのに、はい、もう物価が上がってのっていうあのちゃんと正規に需要供給が回ってじゃなくて、ね、輸入してるからでディマンドプル型とコストプッシュ一緒にして,考え,たて考えてはる人とかがいらっしゃるから。うん うん、なんかそれを国会の答弁に言われるので、ちょっと嫌やなって、テレビ見ながら。うん、インフレ率上がってんだから、緊縮ダンやるべきで、そう、そ,う<笑><笑>それでインフレ率下がんねえじゃないか、外国の物価の話なんだからね。そうですね、そもそも,もう。テレビ叩きたくなるんですけど、<laughs> はい、っていう感じでございます。はい。次ですかはい。 はい。現金給与総額、まあ増えてるって言ったら増えてるんですね。そうそう、増えて、名目賃金は増えてますけども、結局、物価のね、うん、先ほどのお話でもありましたけども。これ、実施賃金上がってるように見えるけど、違いますからね。うん、マイナスは僕が縮小してるだけですからね。いや、まマイナスこ,ここからマイナスなんでね。<laughs> マイナスそうそうそう、結局、マイナスなんで。うん、これじゃ意味ないでしょっていう、ねうん、話なんですよ。うん、だから、春闘で4月の実施賃金、まあ今月か、上がるかもしれないですけどね。はい、でも、その後あの、あの値上げラッシュになるんで。 また叩き落とされることになる。電気とか、ガソリン上がりますよ。ガソリンもそうです。あとなんか水道代もなんか民営化なるかもしれんって言ったんだけども、公共料金に関してはやめてほしいですね。郵政民営化もほんま失敗やったじゃないですか。だから一応それは戻そうとしてますね。あそうですか。でも反省の便なんか述べませんからね、誰も。ああそうやね。そああ。と電あれガソリン代の補助も多分9月に終わるこのままだと。 ね予算組みしてないから細川さん組め別だけどで私嫌なのがもうなんか内閣支持率が 20%10% ぐらいとかで、うん、自民党の支持率まで同じぐらい落ちてて私見たことないんですけどああらいいの自民党支持率あります <laughs> いいです私は記憶ないですよ例えば麻生内閣が12%ぐらいの内閣支持率でも自民党は 20%30% ありましたでもそれ10%とか落ちてるから政治がなんか流動化してるから、うん、こういう時に財務省が勝手やるんですよねだから政治家の抑え聞かないから。 政治がなだからもう勝手にできるという感じでだから多分値上げラッシュになっていくんだろうなと恐ろしいですねえまたね消費できなくなりますもちろん当然そうなります悪循環なんですよねほんはにほんでまあ先ほども言いましたあこれですねそうです23か月ですよこれ2年間ですリーマン2年もいくと思います3月も下がるから確実にそれリーマンショックを抜きます日本史上最長ですその時点で ね、はいということでますますこれ少子化が進むんではないかと思うんですけれども、うんうん、5 0年後20年後、ま、すぐにね少子化対策で急に子どもがばっとね増えるとかっていうのは難しいかもしれないんですけどやっぱり10年20年かけてやっぱりねちゃんとした正しい政策をすれば子どもも増えると思うんです。ここういううい時にこそ税税金使うべきなんですよね,ね結婚したら所得税を例えばまあ、うんうん パーセンテージによりますけどね、免税しますと、10年間。ものすごい結婚増えると思いますでもそれやっちゃうと、全部免税になっちゃうと、高額所得者がめちゃ得になっちゃうから、格差拡大になっちゃうから、ある程度の線引きは必要でしょうけどね。それで、子供を作ったら、じゃ住民税も免税しますみたいな。いいですね。所得税と住民税はない世界。っていう感じで誘導するために税金っていうのはあるんだよっていう話。 あとか誘誘導ですよねあ,誘導あれ実際あありますもんだから古代ローマ帝国の初代皇帝のア、はいまあ、オグシストですけど当時ってローマ完全な勝利者になっちゃって、うん、みんな資産持っててそこからお金入ってくるから女性でも資産持ってるんですよね財産持ってるから、うん、別に結婚しなくてもいいんですよね。 だからローマ市民の結婚がめちゃめちゃ減ってとんでもない少子化になっちゃったんですじゃあどうしたらいいんだって考えた結果独身税入れたあああそっちですか独身のままだと税金取るからなやったら少子化解消したそうですみんなあてて結婚したそうです結婚しなければ税金取られるんで財産奪われちゃうでしょ事実上まあそういう感じに使うのね税金っていうのはそういうなんです考えてくれられへんのですかだから財源という認識だからでしょ だからこういう考え方にならないなと思うんですよ。一生懸命こ YouTube で言ったり凱旋とかしたりどうしたらいいんでしょうで言ったり暴れるわけにもまあ民主制の国民国家ですから<ぁ>言論で変えるしかないですねこ<ぁ>法は,は<ぁ>だから正しいことをいろんな切り口で何回も何回も,何回も言っていくと、うん、で一番大事なのはそのコミュニケーション、まあ、政治コミュニケーションですけども、うん、聞く相手との信頼関係ですよ、うん、それがなかったらどんなに正論に立っって誰も聞きゃしないんですよ そこの部分ですね。だから私は、この三橋 TV とか、あらゆる言論活動で、嘘だけは言ったことがない。間違えることはある。だって、消費税、関節税とか言ってたもん、昔。騙されてたから。でも、それ悪いことだって全く思わないですよ。騙さほうが悪いに決まってんだろ。う。ね。そう。財務省が悪いんだよ、財務省が。悪い。大倉省がと。だから、あの、まあ、そうしないと信頼がなくなっちゃうから、どんな正しいこと言ったって誰も聞かないですよね。うん。それはね、この間の、あの、イベントの時、3月の、 あの財務省に対するもの申すっていうねあの時にもそのお話をされてて、はい、ああなるほどってやっ、ね、言ってましたねやっぱり私もだから信頼される人間になるようにうしよう <laughs> 実際ダイナさんが凱戦とかやられてて、はい、その聞いてくださる皆さんの反応というかそういうのはどんな感じなんですかどんな感じの方々集まるんですか、うん、いやもう通り どこでやるとか先生あとやるきは。なので通りがかりの方とかたまたま上げてるライブを見て近くに来てたから来てくれるとかそういうのありますけれどもまあどちらかというと私は女性っていうことがありますので女性目線母親目線とか実際に仕事もしてる個人事業主とかそういうふうな目線でも話してるんですけれども。 でも昔よりは多くなったと思うんですよね理解してくれてる人はいそれはもう間違いないですよ過去15年間やってきた私が申し上げますけど水谷さんとかもすごいやっぱり影響力大きい影響力ってまあしつこいからね絶対やめねえって感じであとはもう美容院行ったりとか整骨院行ったりとかいう時にしゃべってます女性の方の方が結構聞いてくれるんですよ熱心になんか えー、とかそのレシートの話もね「うんうん、えー、レシートこう書いてありやあ」あれは騙されてんねんで」という話をしたら結構真面目に聞いてはるあーそうなんです、まあ、こまみですけどはい,で、まあ、そういう輪を広げていくっていう以外に方法がないんでんんそれで選挙で変えるしかないんです。うんはい、でも一応言っときますけどね、はい、変えられるっていう時点ででは幸運なんですよ変えられなかったんだから、うん、フランス革命前の世界っていうのは。 国王、国王君主が主権を持っていたから、うんうん、例えば当時、えー、フランス国民の9割が第三身分という、まあ、ほとんど権利がないような人たちね。うんはい、だったんだけど、彼らどうにもならなかったですよ。うん、そもそも権利がないんだから。 今試験私たちが持ってるからる曲がりなりにだから変えられるだけマシなんだよっていうふうに思わなくちゃいけないだからいいって話じゃないんだけどまだまだ間に合うみたいな間に合うかどうか分からない<あだ> <laughs> 変えられないのが一番ダメですよするとねもうそれこそ革命になっちゃうんですほに方法ないんだもん実際そういうケースが、まあ、ロシアであったりフランスであったり起きてるわけですよねはい,はいであの現代においてもまあその情報の部分、うん、報道機関とかを 支配されちゃってるから事実上財務省でしょ財政研究会とか使ってだからまともな情報が降りてこないから間違えた選択を我々は主権に基づいてやってるっていうそういう話なんだけど正しい選択ができるっていうだけまだましなんです残念ながらこれが人類の文明ってこの程度ですからマジでま頑張りますはいということでえっと そうです、ね、だからでもう戻っちゃいますけどもうそんな中でですよ去年のインボイスからどうしても入っちゃいました <laughs> っていうことで今、公取の方とかもですけれども値段を下げるとか取引やめるとか免税事業者の人に言ったらあかんっていうのを厳しくするよみたいなことをおっしゃってますけど、はい、いやそんなんでされても余計に分断するっていうか。いっぱい知ってますよ、やられた人たちを個人事業主の方々。<ー>で言えないですよ、言ったら嫌えるだけでしょ、<あ>別の理由で。うんうんうん そんなのかかかんんなないのかな、まあ、分かってででししょょどうせそ余計におかしくなる人間関係があってね、うん、そんなあの開けへんかったあの下げへんかったらやめるよっていうまともに多い人って少ないじゃないですか、うん、いやちょっと見,見直しをしてますからとかね私らとかやったら広告の見直しですとか。 言われるんで、それはあんまり意味。リニューアルですとか。そう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 何がリニューアル？あ今し関係ないですよ。あそれはそれとしてコスト下げてくるないとこれで通っちゃうからね。うんそうですよね。通っちますよ。そう。んうんなんですよ。そういうのをなんで分かってくれへんのかなって。いや分かってるんでしょ。あマカティやってる。その程度分かんないとは思いませんよにあの日本人の大人が。性格悪いねもうね性格悪い。 ねあれだってわかるでしょみたいな <laughs> ね。ひどいですね。<laughs> だからまあこういう欺瞞がね、<laughs> はい、本当にあるんですよね。はい、そうですよ。なんとかこれね今からでもなんとかストップ、インブスさんも頑張ってらっしゃる。とりあえず消費税減税の方が早いかもしれない、ね。そやね。そっちの方を声を上げていくいますか、うん。それは政治的に決められるじゃないですか。<laughs> はい、はい、はい。だから次の下手したら次の総選挙で消費税減税派が多数始める可能性ゼロじゃないんですよ。<laughs> うんうんうん。はい、高いとて思ってる。 それで終わりでしょうね。で、五パーセントに下げたらとりあえずインボイスなしねで終わるんで、もう事務手続きが事務作業もう死ぬほどいやあれ。大変です。ほんま大変ですよね。うはい。で次ですね。はいでですねうちの息子中一なんですけども小学校六年生の時のこれ問題集たまたま見ましてびっくりしたんですよこれ。国税のうちものを買うときに支払う間接税を消費税と言えますってことね。そうへえね 学校の問題ってことですか。あの問題集ですね。問題集、はい、ですね。でこれね、あの嘘をもう小学校から追いつけてるってことです。洗脳ですね。はあ、完全に。っていうことなんですよね。だからなかなか取れない人がいっぱいこう言い張るっていうことになっちゃうので、これ教育長も良くないので、なんとかこれもしてほしいんですけど。まあ政治が動くしかないですよね。これもですね。嘘じゃないかと。 ということで、うん、まあ、帰ればいいだけ、わが、はい、だから、まさっきも言ったけど、方法があるだけ、まだまぜなんです。あ、せいてねて、うん。はい。はい。っていうことでございます。最後ですね、はい。で、これ、あの、赤字黒字なんですけれども、まあ、安藤先生、前衆議院議員の安藤先生が代表。でございまして。はい。まあ、政府の赤字はみんなの黒字、これがスローガンでございます。はい。で。あの、はめ、あの、前回ですかね、前回の時にも、お話しいたしましたけど、まあ、私、武道。をやっておりましてね。 この失われた30年間、まあ、少子化になってる、まあ、経済も悪くなってますよってなってる日本がもうだんだん悪くなってるじゃないですかと、はい、もうなってるところでねやっぱり武道の精神まあこれ誤解され,されるのは困るんですけれども、まあ、日本のもともと歴史の長い独特なこのねあの歴史文化武道の精神っていうのねこれがね失われてる30年でもあるのかな,なるほどと。 いうふうふにも感じるんですけど、まあ、終戦以降かもしれませんけれどもね。と思うんですけどどう思われますかねそれがでも、はい、まさに大東亜戦争に負けて以降ずっとこうやられてきて、うん、後からその今だけ金だけ自分だけのグローバリズムが入ってきた、うん、という流れになってますよねだから年代後半ぐらいからですかねそうですよねで、はい、確かにちょっと本でねこう気になったところちょっといいですかね紹介させてもらっても。これもえー、っとね これ初版が2005年の11月20日なんですけれども、あの、藤原正彦さんの国家の品格っていうのがありました。この時に読み書き計算と、こういうふうに言われてたわけですよね。はい、で、今日本に必要なのは論理よりも情緒、英語よりも国語、民主主義よりも武道精神、武道の精神、武士道精神ですね。であるというふうな前置きがあったんですよね。で、それと、あと、ニトベイナゾンさんですね。はい あの、この方も、あの、この方で、国際の、あの、すごく、やられた方です、ね。はい、奥様もあ、あの、アメリカの方でしたかね。で、言われてるんですけども、えー、武士道は、一の独立せる、倫理の掟としては、消えるかもしれないと。しかし、その力は、地上により滅びないであろう。 その象徴とする花のごとく、四方の風に散りたる後も、なおその好奇を持って人生を豊富にし、人類を祝福するであろうと。文教2年にね、お前になった方なんですけども、もうこの言葉がね、今、ものすごく感じるわけです、私。うん、はい。なのでやっぱり教育の面で、はい、この日本独特のやっぱこの武士道の精神みたいなのをですね、あの、喧嘩するとかそういうことじゃないんですよね。 心という部分で認め合うという部分で国際的にこう話をする時でもやはり最後はやっぱり心であるというところまあ数字も大事かもしれませんお金も大事かもしれませんけど心という部分をねなくして こう接種するのとしないのとでは全然違うんじゃないのかなと向こう持ってますからね困ったことにね <laughs> 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 こテがなくしてもボコボコにされるだけでしょうね <laughs> そうですねそうなんですよ、はい、ねっていうのもあるので、まあ、私もあのロックダウンも取ったということもありますのでそういう意味でも頑張っていきたいなと思っております精神、はい、の部分ですね。はい <laughs> はい。はい、というわけで、えー、積極財政から赤字記の話であったり、はい、物資道のお話とか、いろいろお話いただきました。はい。えー、はい、ダイナさん、ぜひ、あの、京都でこれからも頑張っていただきたいし、また来ていただければと思います。はいはい、お願いします。はい、どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。財政破綻という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。え、2021年に財務省のトップ、矢野康二財務次官は、 このままでは日本が財政破綻すると警告する矢野論文をですね、発表しました。しかし、実はこれは真っ赤な嘘なんです。実際、財務省もホームページで日米など先進国の自国通貨立て国債のデフォルトは考えられないと,というですね、ことを語っているわけです。しかし、財務省のトップ、矢野孝治事務次官をはじめ、まだ 財政破綻論の嘘を広め、日本を貶めるメディア、政治家、大学教授が後を絶ちません。そんな嘘を見破り、騙されないようにするための書籍がこちらですね。財政破綻論の嘘。この書籍を読んで、日本の財政破綻論が嘘だということをパーフェクトに理解してください。 いつも三つや TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。